こんにちは、神原さとみです。今日のアーティストボックスはユキを特集してお送りしました。さあ、話し方レッスンいきますね。今日のテーマは会話にセリフを入れよう、これです。別にお芝居をしましょうとかいう話ではないんですよ。女優俳優になってくださいというわけではないんですが、ちょっとセリフを入れることでとても相手は喜んでくれるんです。あなたが聞き手で、話し手がいるとき、話し手が話す言葉にセリフを入れて返してあげるんですね。そうすると相手はとても喜んでくれます。では例をいきますね。まずセリフがない例からいきましょう。今日大事な会議に遅れそうになったんだよね。それはとっても焦ったでしょうね。遅れなくてよかったですね。はい、これはあるあるな会話です。これにセリフを入れて返してあげましょう。今日大事な会議に遅れそうになっちゃったんですよ。それはやばい、どうしようって思ったでしょう。遅れなくてよかった、ほっとしましたよね。さあ、セリフを入れた方が本当に話し手が焦ったというその気持ちを共感してくれたっていうふうに思われますよね。相手は満足してくれます。じゃあもう一パターンいきましょう。まずセリフを入れない例からです。子供の受験受かりました。それはおめでとうございます、よかったですね。これはあるあるな会話です。これにセリフを入れます。子供の受験受かりました。それはやった、超嬉しい、親子で喜ばれたんじゃないですか、本当におめでとうございます。はい、このセリフがついてると本当にお祝いをしてくださっているんだなっていう気持ちが相手に伝わります。そしてそうなんですよ、本当に喜んで、実は昨日子供の大好きな焼肉屋さんでお祝いをしました、ね、そのように会話も広がっていくきっかけになるんですね。私は25年以上ラジオ番組でアシスタントをしてきました。たった一つのネタでも相手の話に返す言葉、セリフを入れるだけでどんどん話が広がっていくんです。それを日常であなたにもやっていただきたいなと思います。今日のポイントは会話にセリフを入れようでした。ありがとうございました。神原さとみでした。